防衛省がイージス艦へ、丸三式中距離地対艦誘導弾、改良型の搭載を想定しているとの情報をキャッチしました。今回は、このイージス艦への、丸三式中距離地対艦誘導弾、改良型搭載を詳しく見ていきますね。丸三式改良型と、SM6 で開発急ぐよ。日本で、2020年6月に、ミサイルのブースター部分の落下地点の制御が困難なことを理由として、急遽、配備の中止を決定されたのが、陸上配備型のミサイル防衛システムのイージス・アショアだったが、そこに至る経緯も、注目を集めていた。そもそも、イージス・アショアは、海上自衛隊が、8隻のみを保有している、貴重なイージス護衛艦を、ミサイル防衛という、ピンポイントの任務から解放し、その他の様々な防衛任務にも、柔軟に対応させる意図が含められていた。そのため、イージス・アショアの配備の中止が確定した後には、これをどのように代替するかの検討が行われたが、最終的には、イージスシステムを搭載する、ミサイル防衛専用の艦艇を、新規で2隻建造することが決定された。ミサイル防衛の専用とはいえ、艦艇型となれば、陸上配備型のイージス・アショアが、利点として打ち出していた、人員確保の点や、本体のメンテナンス等の点で、イージス艦よりも、容易に行えるとされた利点は、若干霞んでしまった、感は否めない。しかし、その時点で、他の複数の代替案と比較、検討を重ねた結果、専用艦の心臓を上回る合理性を持つ案はなく、先に挙げたイージス・アショアの利点の継続はならないものの、心臓艦案が代案として採用されるに至った。そんなイージスシステムを搭載するミサイル防衛専用の艦艇だが、主兵装にはアメリカ製の SM6 の搭載が有力視されており、同ミサイルのどのようなバージョンとなるのかは未定だが、中核戦力として期待されている。ただし、こうしたイージスシステムを搭載するミサイル防衛専用の艦艇に対し、今年2022年の夏場以降には、これまでに述べてきた SM6 以外の兵装を組み込むことについても、大手のマスメディアが報じるなど、再び注目を集めている。まず、8月17日に、読売新聞で報じられたのが、現在、陸上自衛隊が配備を行っている、1式地対艦誘導弾の能力向上型を搭載するという案であり、大幅に射程距離を伸ばした同兵器によって、いわゆる敵基地攻撃能力を付与するとするものだ。昨今は、いわゆる敵基地攻撃能力という表現は、その文字の持つ、攻撃という響きや、さらに、それが、専守防衛を旨とする自衛隊の兵装として、適切ではないとの判断もあってか、与党、自民党の一部から出された反撃能力という言葉に置き換えられつつある。ここでは、そうした言葉の定義について言及することは、避けたいと思う。が、本質である。1式地対艦誘導弾弾の能力向上型は、第一段階としておよそ 900km、最終的には、およそ 1500km の射程距離の獲得を目標としている。1式地対艦誘導弾の能力向上型を開発に従事してしているのは、オリジナルと同様に三菱重工業者であるが、すでに、令和4年度の防衛白書にて折りたたみ、形式の主翼を備えた同ミサイルの画像が掲載されており、実用化が近いことを伺わせている。こうして、1式地対艦誘導弾の能力向上型は、オリジナルの地対艦という、プラットフォームと用途に限定されず、艦対艦型や空対艦空、対艦型など多様で、複数のそれらに対応する兵装となる見込みであり、今後の日本の対艦兵器の主流となるのだろう。現行で、陸上自衛隊が配備を行っている、
1蓋式地対艦誘導弾は、最大でも、その射程距離は、およそ 200km 弱と見られているため、南西諸島等の防衛には、少なからず、複数の島々に分散させて配備しておく、必要がどうしても生じている。これが、能力向上型に進化し、先に挙げたような、飛躍的な射程距離の延伸を実現できた際には、たとえ地対艦型だったとしても、従来以上に配備する場所への自由度が高まり、南西諸島の防衛には、これまで以上に効果を発揮するだろう。そして、8月23日に、読売新聞は、さらにイージスシステムを搭載するミサイル防衛専用の艦艇には、昨今、中国やロシア、北朝鮮が配備を進めている極超音速兵器への対処も可能とすべく、03式中距離地対空誘導の改良型の搭載も検討されていると報じた。03式中距離地対空誘導弾は、自衛隊内では、中ザムの略称でも呼ばれている兵器であり、三菱電機が製造を担う。ミサイル本体を6発を1組として、核型の発射塔に収め、これを装輪式の車両の後部に搭載して垂直発射にて運用を行う。この03式中距離地対空誘導弾は、車載型であるために機動性に秀でていることは当然だが、搭載しているのはアクティブフェーズドアレイ方式のレーダーであり、攻撃目標の探索から追尾、そして射撃管制までの三役を担う。03式中距離地対空誘導弾のアクティブフェーズドアレイ方式のレーダーは、最大で100個の個別の目標を探知し、その中から12個までの目標を追尾して攻撃を行うことが可能であり、航空機のみならず各種のミサイルの迎撃に対処できる。こうした特性を有する03式中距離地対空誘導弾は、射程距離に関しては非公開なため推定上の数値とはなるが、これまでの陸上自衛隊の演習時やアメリカでのミーテストの状況からは、およそ 60km は下らないと考えられている。03式中距離地対空誘導弾は、2010年から2016年にかけて初期費用を抑えつつ、より低高度を飛翔する敵ミサイルや、より高速な目標への対処能力を向上させた、03式中距離地対空誘導弾改善型へと進化し、2017年度予算から調達が始められている。そして、2020年より、ロシアが配備するイスカンデルミサイルのような、変則的な軌道で飛翔するとされる弾道ミサイルへの対処能力を付与するため、さらなる改良を施す開発が続けられており、2023年から2027年頃の実用化を目指している。こうした、03式中距離地対空誘導弾改善型のサイドの開発は、ミサイル本体及び射撃管制装置に対して行われる見込みであり、搭載するレーダー等の高出力化も含めて、日進月歩の敵ミサイルの進化に対応すべく行われている。ただし、ついに、開戦から半年を経過したロシア・ウクライナ戦争において、ロシア軍は、ウクライナへの攻撃に、イスカンデルミサイルを投入したが、ウクライナ軍が持つ旧式の S-300 地対空ミサイルで迎撃されたとの報告も伝えられている。この事実が示すものが、ロシアのイスカンデルミサイルの実力が、同国が喧伝するほどには、迎撃が困難ではないのか、S-300 が、思いのほか高性能なのかは、判然としておらず、断定的な判断を下すには、まだ情報不足だと感じられる。話を、日本のイージスシステムを搭載する、ミサイル防衛専用の艦艇に戻せば、SM-6、1蓋式地対艦誘導弾、艦の能力向上型、そして、03式中距離地対空誘導弾、改善型の進化版と、複数の用途のミサイルの運用が推定される状況にある。こうなってくると、
当初のイージスアショア大対策としての存在を超えて、もっと拡張された用途に用いられる可能性が増したということなのだろうが、そこには、国産での VLS、垂直発射艦の開発も同時並行で行う必要が生じるのだろう。この国産での VLS、垂直発射艦の開発は、今後、海上自衛隊の潜水艦への対地攻撃用の兵装の実装にも、転用が見込まれると思われ、自衛隊が持つ兵装の汎用性を強化することにつながっていくものだと、期待したい。